はい、スターウォーズジェダイフォールンオーダーです。今ゼフォにいます。惑星キャシークではウーキー族の族長ターフルを見つけることはできませんでした。しかしウーキー族を帝国から解放することに成功しました。でその際にシアが帝国の通信を傍受して、で帝国が惑星ゼホで新たな霊廟を探していることを知りました。で帝国を止めるために今ゼホにやってきています。ではやっていきます。旅はまだ始まったばかりよ。何？ゼフォの霊廟は楽につけないからこそ長く生き残ってきたわ。うん、あ、探す準備はできてる。分かってるわ。私たちの戦いを信じてくれてよかった。うん、信じている。ずっとだ。訓練生の頃からフォースを信じてきた。フォースを、リストの子供は試験なんだ。必ず合格するさ。待った。よし、では向かいます。で行くところは、目的地はここですね。なんでこの方向に向かっていけばいいですね。今ここです。なんで正面ですね。ゼフォでは3人の賢人の霊廟があるので、それを探さなければいけません。で一つはエイルラムの霊廟でしたね。でそれはもう発見済みです。こここのトルーパーまだ食われてますね。ストームトルーパーもいない。よし、一応助けてやるか。死んでるが助かるわね。洞窟は練習でいっぱいだけど、帝国の動きを危ない危ない。あ、危なかった。赤くなってましたね。ここに執着してる。ちょっと食らってしまいましたね。私も感じるわ。気をつけておいてくれ。この方向ですね。あなたも。で、こっちですね。でここはすでにショートカットが作ってあるんですね。で、方向的には向こうに向かうんで右ですね。またまずいことになる。これをコースを止めて。お。何？意外に難しいじゃないか。左へカーブ、フォースを止めて、あ、これはいけるのか。はい。ちょっと穴を通れる瞬間にフォースを止めなければいけませんね。よし、落ちても死ぬわけではないので、ライフが少し減る程度です。まずい。気をつけろ、早いぞ。あいつを倒します。調子に乗るな。で次は向かうのはこっちですね。いつまでも逃げられないぞ。お、まだいますね。なのでこう行けばいいのかな。よし、なのでこっち方向ですね。そこにおったんか。どこで喋っとんだかと思った。では進みます。まあ、ここはすでにちょっと探索してあるので、アイテムとかはもう取ったやつもいくつかあるかもしれませんね。よし、でここはショートカットでロープを切ってあります。向かうべきはこっちですね。ちょっと敵が、あれ、もっとギリギリか。あ、いけた。よかった。あそこで死んでしまうのかと思った。よし、ちょっとライフを回復しておきます。でこれはまっすぐですね。これを長押しスローで止めて、そして急げ。ダメだった。もう一回長押しで、で壁の方に走ってウォールランして、ジャンプと。
よし。お、敵がいますね。危ない。スローで止めて倒す。こいつは走り寄って倒せばいいですね。よし、スティムでライフを回復します。アイテムを取っておきましょう。ハックして、で開くと飛び込むと思ってよ。そりゃそうや、今まで飛び込んどって。ライトセーバーの材質ですね。よし、これで、うん、目的地に近づきますね。では大丈夫ですね。上に向かってますね。墜落したベネターのそばの帝国発掘地点を探索するだそうです。まあ、とにかくこの目的地、ここですね。ここに向かっていけばいいですね。あの色が違うところが目的地です。着きましたね。よし、で次はずっと前に探索したのにちょっと覚えてないですね。あ、これ右行ったら戻ってしまいますね。なので左ですね。左に行って瞑想していきましょう。スティムが空になってるんで回復しておきます。よし、でん、右かな、こっちですね。ここ進みます。水は丸ボタンで早く泳げます。よし、道なりにずっと行って墜落現場ですね。ああ、そうですね。これが、こいつがいました。ここ。で、この辺からちょっとあんまり探索できてないんですね。こっち側、行ってみましょうか。左から攻めます。こいつは戦わずにやり過ごせるかな？そーっと行って、ここにジャンプして、キャッチ。無理か、無理か。ダメです。見つかっちゃいましたね。倒します。かわして、ガードで構えておいて、攻撃してきたら、まるで、あ、ま、ちょっと待ってくれ。くそ。まるでかわして切る、かわして、まるでかわして切る。お、倒せました。よし、うん、こいつなかなかタフですよね。強敵です。これでゆっくり今度は簡単に掴みました。最初からこうなればよかったのに。あそこはもう見たのかな。あ、開けてありますね。もう前、以前開けてます。よし。届かない。でも敵は倒してあるんで安心ですね。 L2、 あれ、なかなか難しいんですよね。垂直に飛ぶ方がいいのかな。で、お、でチャージ。あー、なるほど。でここは前はいけなかったんですね。前は BD1 にチャージする能力がなかったんで、
で、ここが赤かったんですけど、BD-1 がチャージして通れるようにしてくれました。うん、で、この細いところを行くと、正面ですね。切っていけってことですね。お、死骸ですね。うん、道なりですね。お、明るくなります。助かります。ちょっと暗いとこは嫌ですね。いますね。全部赤いですね。この左下が緑ですね。 R2 で破壊していくのか、うん、あいつ戦わなくていいのかな。どうしていくか。あ、やっときますかね。ちょっと一戦交えておきますか。なんかのボス的なやつかと思ったらやっぱり怖いな。こいつ、あのジョタスの強い版ですね。ラビットジョタス、ウサギジョタス。お、切って、お強力、切って下がる。下がれてない。まずい、ハマっとる。なんかまずい、まずいな。ライフを回復します。切って下がる。よし、切って下がる、切って下がる。よし、切って下がる。あ、いけますね。よし、まだ隅もあるんで、まあ、無理に倒す必要はないのかもしれませんが、ちょっとボスっぽいので倒しておきましょうか。3回敵がこれバージョンもありますね。3回敵が撃ったら大丈夫ですね。切って下がる、123で切って下がる、切って下がる。いけますね。3回撃ったら切って下がる。2回当てれますかね。いきますね。2回切って下がる。お、シャークになりましたね。もういきますね。よし、うん。ちょっと最初焦りましたが大丈夫でしたね。そんな強敵でもなかったですね。まあ、この柱のおかげかな。この柱がなかったら、もっと苦戦したでしょうね。よし、で、こっちですね。おっ、おくそ、下がる。これ爆発するんですよね。攻撃を与えると爆発してくるんで、切って下がる。なんかもう別の種類のモンスターもいましたね。吹っ飛ばしてくれましたね。ありがたい。ああ、これ青いですね。コースですね。 R1 じゃないのでR2 でプッシュか。プッシュで破壊ですね。よし、お、なに、なに、敵だらけ。ちょっと待って、お、あいつら、あのバスバス当たるやつに攻撃されてるのかな。あ、そうですね。あ、死にましたね、2体。ありがとう、お前ありがとう。こいつもありがとう。下がる。よし、でこれか。この BD-1 がここがお前の仕事だな、 BD。 で、ヒラ君か、あれが。お、なんだ、うん、こっちでいいんですね。なんか追ってきそうな感じで扉がガタガタ言ってましたが、大丈夫ですかね。あ、スキルを増やすために攻撃しておきましょうか。スキル増えないのかな、これ。お、こいつもいますね。お、危ない。あ、爆発しませんね。
一応破壊しておきましょうか。よし、でこれはん、この棒が緑になってますね。うん、こういうバージョンですね。よし、降ります。でここはプッシュ R2 ですね。ちょっと待て、もう危ない。あなたの生存確率は非常に低いです。丸2回切ってガード、切ってガード、機能低下、切ってガード、覚悟してください。切ってガード、切ってガード、切ってガード。弱い弱いなこいつ。よし、オーバーチャージ。これこう当たったらどうなるんやろ。やっぱりやっぱりちょっとライフを回復します。なんなんこれ、あー、あいつが動いとんのか。これがん、なんだ、チャージ終了。これでこっち側になんか入れるのかな。何もない。ん、なんだ、あの扉か。やっぱりとりあえずこいつを倒して、なんだこれ、なんだ、ん、あ、そういうことか。これはさっきこの水の中がバシバシ言っとったのは、ここにお前の電流を流してる。うん、やっぱりこうチャージするとあの正面の扉が開きますね。でその時にあのホースが、あのホースの右上の方ですね、光ってますが、あれが水の中入ってたんですね。でそれを今、うん、ライトセーバーで切ったんで、でこれがここ切ったんで、で水の中に電気が入らなくなったんですね。よし、でこっちでいいと。でもう早いな。ゆっくり地図を見ていられない。いいのかな、入ってエコーを読み取ります。よし、お、ホースエッセンス入手しました。クロントルーパー、マーセフ、パダワンはシークレット発見です。お、緑の2箇所、うん、長いなこれ。もういいかな。じゃあちょっとあの BD1 がオーバーチャージ下がってるんでします。そうすると動き出しましたね。でここもさっき緑の扉が開いたってことですね。で、でこっちに行くのか。よし、これを、ああ、そういうことですね。この辺でいいかな。ああ、ちょっと遠いか。もうちょっとこの辺かな。ここでこう止めて、急げ。あ、ダメだこれ、間に合わないか。あ、いけた。こういうことですね。でここ細いところ行くと、よし、うん、行けますね、道なりに。死体ですね。でこの細いとこ行くと、ここはん、あ、これこれ最初のところか。ああ、戻ってきましたね。ああ、そうか、今こうぐるっと回ってこう帰ってきたわけですね。なので
いや違うな、あそうか、うんそうですね、でこの敵は倒してあると。あライフを、うん、瞑想して体力を回復するところがないですね。うん、こっちもないんですよね。ここもなかった。そうか。まあいいか、行くか。ちょっと闇雲に住んではいけませんね。こっちに行きたいんですが、ここは、ここから登っていけたんで、この辺から上がっていきますね。なんで、この方向かな。まるで、早く泳いで。ああ、そうか。お、なんか浮いてましたね、今。丸が、ここか。この丸は何だ？何もできない。放っておきましょうか。この辺から上がって。で。よいしょ。あれ？そりゃない。そりゃないよ。ちゃんとキャッチしとったのに。そんな殺生な。今度こそ。よし。で、あそこの網のとこですね。この網にジャンプしているつ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプですね。で、確か敵が、そう、いるんですよね。こいつも赤く光ったら、L1 で跳ね返して倒します。あいつ寄ってきて最後自爆するんですよね。なんでそれだけ気をつけると。で、うん、まっすぐですね。で、こっちに行って、降りて、あ、また、くそ。まだいたか。撃ってこい。よし。で、こいつが爆発するまで待たないといけないですね。あ、下追ってきましたね。よし。スキルポイント獲得。で、あ、ここまでは来たのか。来てますね。で、ここのロープを切って、で、ショートカットを作ってあります。あ、こっちからも来れましたね。まあ、ですが、初めての時は、ここから来れないんで、今のルートですね。よし。お、で、ここもこいつですね。撃ってこい。で、L1 で跳ね返す。撃ってこい。L1 で跳ね返す。で、爆発するので、ちょっと逃げて、逃げたい。逃げて、やり過ごすと。もういつも近づいて、光ったら L1。あ、跳ね返す。あ、2台。あ、くそ。あら、1台に集中しとったら、当てられてしまう。で、もう1台も光ったら L1。光ったら L1。よし。で、何？走って通り抜けられると思ったら。ここは何もないですね。あれ？あ、逆向いてしまった。で、こっちですね。で、いいですね。で、うん。で、前ここまで来たのかな。で、これが、うん、BD1 に、チャージの、能力がなかったんで、ここでストップしてたんですね。で、これはもう見たことありますね。こうやって止めて、こいつに飛び乗って BD1 で向こうに渡るというやつですね。で、左と。いらないですね、何も。ライフを回復したいですね。非常に辛い。乗ります。このいちいちなんか爆発する感じ出すのやめてほしいですよね。焦ります。お、近づいてるようだ。ここに近づいてますね。ここですね、目的地。グリースの料理、ここに行くのかな。いや、そんなわけないが。何も見えない。前よりひどくなってる。近づくほど悪くなるみたいだ。いいことじゃないのは確かだ。
着きましたね。ここが、あ、やっぱりここまで行かないんですね。修復で止まりましたね。お、で今ちょっと休めるマークを見た気がしましたが、気のせいかな。あれ、あ、ありますね、やっぱり。あ、これか。瞑想します。よし、やっと待ってたよこれ。休息します。あ、スキルもちょっと獲得しておきましょうか。スキル3つ使えますね。バーストスロー、スロー長押しで周囲の全ターゲットの動きを遅くできる。うん、これいいですね。いただきます。あ、スキルポイント2ですね。これ2個もいるんか。まあいいか。あと1、うん、あんまり攻撃よりもフォースかサバイバルが欲しいですね。ちょっともうちょっと貯めましょうか。で、お、オーバーチャージで、あ、下に下げれるのか。で、これちょっとBDはそこにいますが大丈夫かな。来てくれるんだろうな。ありがとう、ね、よかったよかった。焦るわ。これが降りていくんかな。そうですね、よよし。お、ちょっと待て待て、声がしますね。行くしかないのか。なんか赤炉みたいに印刷とかできたらいいのに。あ、来た。倒すか。ガード。しまった。丸が遅かった。ロックしない方が良さそうですね。2体なんで。切って、下がる。お、ちょっと待て。危ない。切って、下がる。よし。切って、回避。切って、回避。よし。危ない。切って回避。切って回避。よし。切って回避。切って回避。ちょっと待て。こいつ、お前から先やな。あ、ちょっと待て。くっそ。あ、ちょっといらんところに入ってしまったな。切って、何？まさかの苦戦。まずいな。こいつを倒さな、まず。よし。よしよし、ダッシュで、スティームを使う。よし。うん、危ない。切って回避。切って回避。切って回避。あ、近い方がいいかな、なんか。切って回避。よし。うん、切って回避。切って回避。でかい。こいつもうすぐで死にそう。よし、やったか。あれ、どこ行った。よし、やっとや。あー、手強かった。3体は手強いですね、うん、もうちょっと戦い方っていうのを学んでいかないとダメですね。ふう、なんかありますね。アップグレード。上に上がりたいか。お、上に上がりたいか。 BD-1 をまたアップグレードするんですかね。このモーターでいける。モーターでいける。上に上がるってことはあれかな、あのロープのやつかな。で、モーターってことはこれで道が開ける。パワーのジップライン、ジップライン行き来できる。うん、それいけませんね。あー、ここはBD-1 をパワーアップするために来る必要があった場所か。で、上がりたいかって、モーター変えたっていうのはこれのことかな。そうですね。よし。よしよし、いいぞ。これも上がっていけるんか。ん？いいのかな？で、上がっていって、で、あー、ちょっとここで回復しておきましょうか。スティームが減っちゃったんで。休息します。よし。で、あー、で、これか。ここオーバーチャージして、うん、
違って高さが変えれるんですね。で、今度上に登っていけると、さっきできなかったことができるようになったわけですね。で、ここは、ウォールランで乗って、で、追ってきたところを倒したかったんだ。けど、向こう行っちゃいましたね。しょうがないか。お、来ますね。行けるか。来た来た。よし。ウォールランでジャンプして、届いてない。もっとギリギリからか。あいつらが、左に来たら行きましょうか。じれったいな。よし。しっかりと、ウォールランをして、ジャンプして、で、そこにいてくれ。いけるか。1体、2体、よし。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。よし、マッコンに倒した。よし。あかん。あかん。くそが。よし。あいつが撃ってくる前に倒すんだ。倒す。くそ。よし。かんな。お。よし。ふう。なに？やるじゃん。で、こっちでいいのかな。集団との戦いが難しいですね。もっとフォースを使えばよかったのかな。さっきマスプッシュとか、こっちからかな。先にプッシュで開けて、おっ、いますね。よし、ここだ。ちょっとスチームで回復します。ここは赤いですね。これいけるのかな。お、敵がいますね。あ、ここはショートカットですね。さっきここで BD1 をパワーアップしたところですね。ショートカットか、どうするかな。作っておきますか。よし、逃げよう。逃げます。で、こっちですね。誰だ。逃がさないぞ、裏切り者。なんだと。スロー。スキル。フォースで止めて切る。フォースで止めて切る。攻撃する。ママ、申し訳ないな。そして回避して、お、なんだと。よし。スキャンってなりましたね。スキャンしておきます。これパージトルーパーですよね。そうですね。パージトルーパー、エレクトロバトン。パージトルーパーにもなんかバージョンがありますね。エレクトロバトン。ここチャージか。チャージで開くと。さっきのやつをちゃんと倒さないとチャージできないってことかな。さすがだ、BD。お、BD を褒めてますね。でいいのかな、ここで。ここは、あのロープ赤いんで、今の能力ではいけないのかな。こっちか。危ない。普通に降りたら落ちてましたね。ちょっと距離があるのか。ここもか。そうですね。よし。で、これはもう、今の BD ならいけると。これウォールランか、そこ。もしかして。よし。気づいててよかった。ほんで、これは一回でいけないのかな。恋で。ちょっと待て。お、これはこっちに行きたい。回復することがするとこかと思ったらエコーか。まあいいか。スキルが入手できるかな。では我々は中に入る。
参ります。でこれもまたちょっと遠いからウォールランで、ウォールランで走ってからジャンプかなですね。でこれしっかり漕いで漕いでこれ届くのかな、あそこだいぶ遠いけど届くのか、あかん、漕ぎが足りない、いけるか、あーこういうことか、これを掴めるのか、よかったさすがにこの上まではちょっと飛べなさそうでしたからね。よしで、うん、ここで休息できますね。よし、回復します。よし、休息、ふう。で次が左ですね、走っていきます。これでいいのかな、普通に乗ればいいのかな。お、もうだいぶ近いですね。あれだいぶ近い目的地か、ここがセカンドシスターか、なんだか、ちょっと心の準備が、ほう、よし、後ろから切れ、切りつけろ、ホロクロン、コルドバのことも知っとんのかこいつは。いいだろう、やはり戦うのか、フォースで止めて切る、この程度で効くものか。お、なんか変な技を使うな、まるでかわして切る、よし、フォースで止めて切る、あ、こいつフォースで止めても早い、マジか、かわして切る、かわして、お、突きができにくい、かわして切る、よし、かわして、早いな、ホースで止めて切る、あかしまった、ホースの無駄遣いしてしまった、倒せるのかこんなの、早い、あの動きで動かれたら倒せないやろ、いや危ない、あ、危ないなんだと、これをかわして切る、ホースで止めて切る、この程度で効くものか、あー、かわせやんだこいつ、早いな、かわして切る危ない、お、ちょっと待て、ちょっと待て、そろそろ、うん、そろそろスキームを使うな、よし、まだいけるぞ、かわして切る、よし、フォースで止めて切る、早っフォースで止めて早い、まずいな、早い、しかし前のようには簡単にはやられなくなったな、彼もかなり強くなったな、なんといってもコースで、あ、しまった、無駄遣い、あんなとこで遅くしてもあまり意味がない、ジャルタトルもお前に失望しているぞ、危ない、かわして切る、効かないぞ、ずるいなこいつ、あんなホース持っとったんか、あ、お、これで戦いが中断されたのか、勝てそうやったけどな、でもうん、なんか学んだか、なんだかこっちの方が押してなかったかちょっと今ライフをもう一回確認したいな、まだこっちスキム残っとったのに、シアの何を知ってるんだ弱い女だ、シアと常に戦っとんのか、うん、シアは自分の弟子の、お、なんだ、私は見つからなかった、あ、
こいつはシアのパドワンか、トリアか。その通りだ。なんだと。俺は惑わされない。それはどうかな。この人も女優なのかな。モデルは。あの女は自分を選んだ。うん、お前も裏切られる。そうやって心を揺さぶったのか。それはあまりに甘い考えだ。新しいマスターは闇を抱えている。うん、この私に帝国がした仕打ちを見たときどんな顔をしたか。新しいマスター、こいつのマスターは本性をあらわにした。シアってことか。サイドに手を伸ばしたのだ。なんとシアフォースとの絆を断った。ほう、じき闇を抑えきれなくなりお前を裏切る。ホロクロンを見つけたときそんなのがそばにいたら。ジャロタファルは何という。マスターの名前を出すな。果たしてシアは信じていいのか。パドワンの慣れの果てをどう思うかな。裏切り者とこそこそと動き回り、うん、大勢の無垢なひな鳥たちを。ひな鳥っていうのはあのフォース観能者たちの若い人たちですね。今そのリストを探してます。私も一度はそのリストはコルドバがどこかに隠しています。お、これで戦い持ち越しか。うん、お、任務完了ですね。よし、すごい戦いでした。あれ、こうか。じゃあ戻ればいいのかな。ウォールランですね。衝撃の事実ですね。セカンドシスターはシア・ジュンダの今の仲間のパダワンだったんですね。で、シアが拷問を受けた時に、まあ、拷問を受けたんでしょうがないですよね。うん、BB-1 に助けてもらったからですね。恩人結構大丈夫でしたけどね。うん、助けてもらわなくても。そうか。で、シアのパダワンだったんですね、セカンドシスターは。トリラ、まあ、でも拷問を受けたんで、しょうがないですよね。うん、でここで瞑想して、でその後ダークサイドに手を伸ばしたって言ってたのが気になりますね。それは本当なのか。よして、この先まだあるのかな、何か。ここで一回終わっても良さそうな。お、見つけたぞ。霊廟とは違う。お、ミクトレルの霊廟に来ましたね。よし、新しい霊廟を発見しました。うん、ここから新しいミッションですね。ミクトレルの霊廟を探索する。あ、さっきのセカンドシスターとの戦いまでで一区切りですね。よし、じゃあ今回は、まあ、こんなところですね。美しい霊廟を見つけることができました。ではお疲れ様でした。